今日はですね、99年の世界のボクシングの行方をですね、占っていこうと思います。はい、来年、今ご覧いただいた、ね、選手たちが当然話題の中心の核になってくると思いますけれども、これはですね、ベスト10でご覧いただいた選手、それからまだ映像的に皆さん今日は見てないぞという選手が、ね、いると思います。その辺をですね、お二方に挙げていただきたいと思いますが、まず浜田さん、今日まだ姿を見せていない中で誰を挙げますか？スーパーバンタム級チャンピオンのエリック・モラレス、この選手は全勝で、上がってきて、そしてこの勢いというのは、まだまだ止まるところないですからね、これは来年になるとどこまで、突っ走るか、これはもう安定度さえ持っていけば、デロホヤ並みの人気出てくるんじゃないかというふうに思いますね。勢いも急上昇でありますし、それからボクシングテクニック面でもまだまだ向上の余地が十分残っていると。これで止まるんじゃなくてですね、勢いはもっともっと上がるだろうと、あとは安定度、スマートさが出てくるとですね、人気はもっと出るだろうと。ですから、実際にはベスト10入りそうで入らなかった、もったいない選手ですね。その実浜田さんはじゃあ教えたわけですね。私はベスト10には入れました。スタッフの皆さん、浜田さん怒ってらっしゃいますけど、いやそんなことありませんが、さあ今度はジョーさんにもですね、一人挙げていただきたいと思いますが、誰を挙げますか？IBF ライト級チャンピオンのシェーン・モズリーですね。そういえば出てませんでしたね。30戦全勝 28KO ですね。この選手非常に攻撃と防御まとまりがいいんですね、そして倒すときはですね、爪もいい、まだちょっと線の細さあるんですけどね、一応シュガーって言うと、カレーナっていうシュガー・シェーン・モズリーっていう、ニックネームで出てるんですけど、この選手はですね、アメリカのケーブルテレビの最大手 HBO ともう早くも契約しまして、で来年はもうスター界を歩むと思いますね。今モズリーの名前も出てきました。確かに映像的に考えてみたら出てなかったなという気がしますね。そうしますとまだまだおそらくお二方の頭の中にはね、あの選手も挙げたいと出てくるかと思います。もうキリがなくなってしまいますから、そういった選手が中心になるわけですけれども、どうでしょう、そのさらにですね、中心核となるのは浜田さん誰になりそうですか？全階級を通してこの辺が中心でボクシング界動くんじゃないか。やっぱりですね、今年は中量級中心でしたから、来年はまたまたヘビー級出てきそうですね。やっぱり、浜田さんとしてはこうヘビー級を押したいところでしょうけれども、小泉さんはどういうお考えでしょうか？そうですね、これも将来デラホヤの好敵手になるって、若手ホープの中でですけどね、フェルナンド・バルガス、この選手14戦全勝全 KO ですね、だからデラホヤが上に上がってきて、この今バルガスは前のジュニアミドル級、今のですねスーパーウェルター級でのホープですよね、ヨリボイカンパスとの試合がその予定されてますし、だからこういった選手がですね、中量級をさらに盛り上げることが考えられますね。ということで、小泉さんはどちらかというと中量級あたりがね、核になるんじゃないかということですが、さらにですね、もっともっと視野を広げると、若い人たちが、新たな戦力がですね、こう出てくるんではないかと、こういうふうに私たちも考えているわけですけれども、若手のホープといいましょうかね、ここでホープのですね、顔ぶれを少しではありますが皆さんにご紹介しておきたいと思います。さあそれでは99年に飛躍が期待されるホープたちです。まずはアメリカ期待の星ですね、デビッド・リード。アトランタオリンピック唯一のですね、アメリカ唯一の金メダリストですからね。相手はニック・ルーパーの試合ご覧いただきましょう。この試合が行われたのは5月9日ニュージャージー州のアトランティックシティ、トランプ・タージマハールで行われています。この
デビッド・リードですけども、濱さん、はい、選手的にはいい特徴を挙げるとするのはどこを挙げますか。まあ、やっぱり、アマチュア出身を、まあ、オリンピックでメダル取ってるだけあって、タイミングの捉え方、そしてスマートでボクシングが上手いですね。これに荒々しい、なんていうんですかね、強引さが出ると力はもっとつくでしょうね。はい、今リードがいいパンチを見舞いました。今見せましたけど、右ストレートの強さっていうのはもうすでに評価されてますよね。もう少し攻撃の幅が広がるといいんですけどね。ちょっと右ストレートに頼りすぎ、過度依存してる面がありますね。さて続いてはメキシコの秘密兵器、ファン・マヌエル・マルケス。まあ皆さんおなじみですね、メキシコのあの名トレーナー、ナチョ・ベルスタインの秘蔵っ子ですね。つまりリカルド・ロペスと同じ、イグナシオ・ベルスタイン、ナチョ・ベルスタインの門下ということになりますが、相手はエンリケ・フキテルです。黒のトランクスが、もうここでもう分かりですね、マルケスです。白のトランクス、倒れた方がフキテルです。フキテルが伸びてるっていう感じだったんですねまだ伸びてないです、戦ってます。はい、浜さん、あの選手でボクサーとして特徴として挙げるならマルケス、どの辺がいいところと言いますか。フォームがしっかりしてますね。それとバランスがいいですね。まあ、この選手は私は来年から再来年にかけて、頭角を現すんじゃないかと思いますね。ジジキというやつですね。まさに若手ですね。なかなかいいフェイスをしています。さあそして、もう一人挙げておきたいと思いますが、今度は大きい方からいきましょう。東海岸の巨峰です、マイケル・グラント。2メーターを越しますマイケル・グラント、白のトランクスです。相手はオベド・サリバン。まあ、キャリアはこれ、この試合がアマ、失礼、キャリア点検はすごく少なくて、アマでも12試合しかしていません。学生時代はさまざまなスポーツで活躍したそうです。野球もやりました、フットボール、バスケットボールもやりました。まあ、ともかく体が大きいですよね。はい、まあ、レノックス・ルイス、まあ、かつてリディック・ボーっていうのもいましたけれど、身長195センチところがですね、その身長2メートルでしょう。それで体重ももう120、30キロですね。で最近ボクシングがちょっと滑らかになってきましたからね。はい、だから時間をかけて一歩一歩ステップアップすると、この選手は脅威になるでしょうね。カレッジ卒業後、ボー・ホリの第一戦を見てボクシングに興味を持ったというマイケル・グラントをご紹介しました。まあ、以上がですね、映像としてご紹介する中では、まあ、3選手ということになりますけれども、改めてあの3人並べて、はい、やっぱ最後グラント目立ちますね。そうですね。浜さん、どうでしょう。まあ、やっぱり目立つグラントですね。この選手は、私は来年は、まあ、強いと思われるチャンピオンのに挑戦する候補者の一人として名乗り上げるんじゃないかなというふうに思いますね。チャンピオンの候補者の一人として名乗りを上げると、微妙な位置づけですけど、まあ、あの体ですからね、おそらく間違いながらなければ順調に出てくるんではないかという、そんな感じですが、小泉さんはどうでした。今リード、マルケス、それからグラウント続けてご覧いただきました。まあ、リードはですね、まあ、オスカ・デラホヤと同じ路線歩んでますね。オリンピックの金メダル取ってプロへ転向して連勝街道、はい、その突っ走って世界ランキング上位に来てますね。だから、まあ、来年あたりですね、その世界タイトル挑戦のチャンスが来るでしょう。そしてマルケスはそのターゲットはルイス・エスピノサなんですけどね、はい、あるいはその、ハメノが持っている WBO のランキングで1位にいるんです。だから、まあ、マルケスがどちらを選択するかです。メキシカンですから、その WBC のルイスとの、その王座を狙ってくるかもしれません。そしてグラントですけどね、やはり体の大きさっていうのが魅力ですね。ただですね、技術的にはまだちょっと荒削りなところがありますからですね、そのパンチを受けた時にですね、どう対応するか、はい、そういうピンチをですね、まだ経験してない、そこがちょっと、まあ、疑問符がつくところなんですけどね。それもキャリアとともに解消されていくんじゃないですかね。
ですか。いずれにしても来年は、ね、メジャータイトルにみんな絡んできそうですよね、はい、出てきそうですね、いろんな形で、まあ、今紹介した、まあ、前半もそうですけども、はい、ベスト10に出てきた選手もそうです、今挙げた選手もそうですが、それぞれがですね、いろいろな試合をこうやっていくわけですから、そしてまた来年ドリームマッチ、ベスト10を決めようじゃないかあるいはドリームマッチはどうなんだといろいろ考えると思いますけど、今の時点で考えるドリームマッチ99年、どういうのが浜さん挙げられますか。今の時点ですか。今の時点です。まず近い方で実現しそうでしないかもしれない、はい、私はマイク・タイソンとレノックス・ルイス、はいはい、ルイスが3月にフォリフィールドとやりますから、負けてしまったらタイソンとの対戦はなくなるような感じしますね、ですからぜひ見たい一戦ですね、なってほしい一戦ですねいや本当にこれはもうほとんどの、ね、ファンの皆さんがそう思ってらっしゃるんじゃないでしょうか、はい、まあ、浜田さんらしくヘビー級をしていただきましたけれども、はい、小泉さんはどうでしょうか。ドリームマッチと言いますと、私はそのウェルター級なんですけど、オスカ・デラホーヤ対ですね、はい、フェリックス・トリンダードですね。あ、まあこの試合はその無敗同士ですし、パンチもある両方その強打者同士ですね、だからこれは面白いと思いますね。これも可能性としてはもう夢ではないぐらいまで来てますね、はい、まあ1999年中にはですね、はい、実現濃厚なんですけどね、ただ私一つ不安があるとすると、はい、デラホヤ急激に筋肉トレーニングしてますね、かつての柔軟さっていうのはやや失われつつある面もあるんですね。そこでそのパワーではデラホヤをトリンダードを上回りながらですね、そのシャープさっていうのは、まあ、トリンダードのその、特徴っていうのはそのシャープさですね、はいはい、当てるタイミングの素晴らしさですね。だからそこでですね、パワーで抑え込めるか、あるいは逆にそのシャープさのためにオスカーデラホヤが初黒星を喫するか、だからこれやってみたら面白いと思いますね。夢が広がりますね。そうですね。僭越ながら私の意見を言わせていただきますと、はい、前半にご覧いただいたロイ・ジョーンズ、これは素晴らしい選手ですけども、はい、今クルーザー級まで来てるじゃないですか、まあ、この辺ちょっと下上上下してますけども、さらにもう一個上がっていただいて、ヘビー級で、タイソン、まあ、タイソンはダメでもモーラーあたりだったら小さいですから、これはいい試合できるんじゃないでしょう。ヘビー級の選手は冗談じゃない、バンと片付けるかもしれない、逆にロイ・ジョーンズがもう技術でヘビー級を倒してしまうかもしれない、これどうでしょう浜さん、私の意見。なるほど、私は全然予想しなかったことを予想するんですねなるほど、今聞いたら見てみたいなと。クルーザーまで来てますからね、できないことはないかな。できないことはないでしょうね、モーラーがライトヘビーから上がってるわけですから、これはもしかしたら可能性あることをおっしゃってるような感じですねもう全然ダメかもしれないけど、浜田さんに、ちょっと救っていただきましたので、恥のかきついでに君も、ね、そうですね、私はドリームのドリームのドリームなんですけれども、エキサイトマッチ流行る MVP に選ばれましたハメドと、そしてデラホーヤ、ハメドにはセイコフのデラホーヤしかいないんじゃないかと。ドリーム対決です、ね、いかがでしょうジョーさん。まあ、クラスが違う選手をですね比較するのはですね非常に難しいですね。ただ想像上ですね、例えばハメドをそのウェルター級そのデラホーヤのクラスに、まあ掃除系に拡大してですね、そこでボクシングした時デラホーヤのその鉄壁なボクシング、それを打ち破れるか、まあそういう技術的にその想像するのはその一種の遊びとして面白いですけどね。現実的にはボクシングというのは1対1で戦わせてみないと分かりません。勝った方が強いんですから、強い方が勝つんですよね、はい、だからそういうことでそれも面白いかもしれませんちょっと最後フォローしてきますでもほとんど却下されて、私と安江さんのドリームジャンボ宝くじは当たってなかったようですけど、まあ、年末ですからね、はいはい、それではですね、実現可能な方をちょっとご紹介しておきたいと思います、はい、どうぞ。まあ、お知らせという形になりますけれども、まずどうしてもやっぱりこの人が出てきます、99年ゴールデンボーイオスカー・デラホーヤのですね、防衛戦ですね。今デラホーヤの98年の雄姿が出ておりますけれども、この相手がですね、もう皆さんご存知だと思いますけれども、ガーナのアイク・コーティというのも一回ね、本当なら98年中に浜さん行われているはずなんですけれども、ですが私が
最優秀に選ばれなかったのがそこなんですね。あ、デラホヤ2度とも試合を伸ばさせてるんですね、自分のせいでね、はいはい。この試合が2月に行われます。さあ今度はアイフコーティーのこのバズーカの異名を取ります。パンチをご覧いただきましょう。これは危険な相手ですね。これ食ったらデラホヤも倒れるんじゃないかなというふうに思いますよね。まあ、先ほどの小泉さんの夢のドリームマッチを実現するにもこのアイフコーティーをクリアしていかなければいけないわけですね。そうですね、まあ、確かにそのまあオスカデラホヤ10番勝負じゃないですけどね、まあ、その次々と強敵を打ち破って進化を発揮すべきだと思いますね。さて、もう一つあります。今度は3月の試合になりますが統一戦があるんですね。チャンピオンはイベンダーホリフィールド、いや両チャンピオンという形になりますが WBA IBF のチャンピオンがイベンダーホリフィールド。イベンダーホリフィールドも98年、素晴らしい活躍を見せました。一時はちょっと遠ざかったかなという印象があったんですけれども、それを乗り越えましてついにレノックス・ルイスとの一戦を迎えることになりました。まあ、満を持してという浜さん、感じでしょうね。これ、まあ、両者にとってそれは言えるかもしれませんが、まあ、それからするとやっと見れるという試合ですね。ホリフィールド、そして一方がですねイギリス人の WBC チャンピオンのレノックス・ルイスです。イギリスの誇りと出ています。まあ、この選手のパンチ力、先ほど右の一発、あ、このシーンですね、ご覧いただきましたけれども、さあ浜さん、噛み合いますでしょうかね。いや、ですからですね、このレノックス・ルイスの右一発に対してデラホヤ、ホリフィールドがどういうふうに戦うかですよね、はい。ホリフィールドはタイソンとも頭脳で、勝ったところありますから、はいはい、この右に対してどう頭を使ってやるかでしょうね。この試合は99年の3月に、行われる予定です。ということでビッグマッチ、まずオスカー・デラホヤ対アイク・クオーティは日本時間の2月14日、そしてイベンダー・ホリフィールド対レノックス・ルイスは3月14日、ワウワウで放送いたします。バレンタインデーとホワイトデーと覚えていただけるとね、なるほど、忘れないかもしれません。なんか揃えたわけではないでしょうけれどもね、はい、ぜひ早く見てみたいものですけれども、さあこの2つの注目すべき99年のまずドリームマッチと言ってもね、いいと思いますけれども、はい、ハマさん、改めて2試合どうでしょう。まあ、まずホリフィールド・ルイス、これはやっとヘビー級を何年かかけて約7年になりますかね、そうですね、一つにまとめる時期になったというのが99年ということでしょうね。あとデラホーヤー、そして、はい、トリニダードの前にやるわけですけどね、はい、その場合にはデラホヤぜひとも勝ってもらわなくては困るなというふうに思いますなるほど、そして小泉さんはどうでしょうか。今この2つの試合の展望、あるいは、まあ、レノックス・ルイス対ホリフィールド戦のですね、予想の難しさっていうのはですね、はい、ズバリレノックス・ルイスの実力が不安定なんですよ、うん、そのレノックス・ルイスは アンドリュー・ゴロタ倒した時、あるいはシャノン・ブリックスを最後倒し切った時、これ非常にその右 その威力を見せましたね、はいはい。あのレノックス・ルイスの右食えばホリフィールドも倒れるでしょう。ところがですね、ヘンリー・アキム・ファンデと戦ったり、そのオリバー・マッコールと戦った時のレノックス・ルイスは何やってんだっていう風な試合を見せました、うん、ああいうレノックス・ルイスだったらホリフィールドには勝てないでしょう。だからこの波のあるこの頂点のレノックス・ルイスが来るのか、このその底の あのレノックス・ルイスが来るのか、だからそのホリフィールドは実力安定してると思いますね。ただし体のその代償があります。だからそういうことで体の大きいレノックス・ルイスのですね、そのパワーでの優勢、そしてホリフィールドのキャリアとハートとですね、そして頭ですね、これの優勢だから、これは面白いですね。実に6年半ぶりの、ね、統一王者誕生の瞬間が来年いよいよ見られるというね、はい、バレンタインデーとそしてホワイトデー、はい、お見逃しがありませんように。そしてもう一つお知らせがあります。ワンワンエキサイトマッチでは元統一世界ヘビー級チャンピオンマイク・タイソンの復帰戦をお送りいたします。1年7ヶ月のブランクを経てリングに帰ってきましたマイク・タイソン、迎え撃つのは南アフリカのファイター、元 IBF 世界ヘビー級チャンピオンフランソワ・ボタです。
ワーワーではマイク・タイソン復帰戦をアメリカ・ラスベガス MGM グランドガーデンより独占衛星生中継でお送りいたします。この試合は1月17日日曜日です。世紀の再起戦、どうぞお見逃しがありませんようにということですね。まずこれがあるわけですよ、はい。新年のお年玉ということになりますが、さあ浜さん、ヘビ級です、はい、語っていただきましょう。まあまずこれがあるっていう、これから始まるということですね。あ、まあマイク・タイソン、あれだけなんだかんだ言われても、その時のホワイトマネー聞いたら40億ということですからね、やっぱり批判されながらでもみんなタイソンを待ってるんだなと、みんな見たいんだなというふうに思いますね。あのノンタイトル戦なんですよね。もうくどいようですけれども、これはそれでいてこれだけ全世界の人を引きつける、はい、集めきれるということは、やっぱりそのために生まれてきた選手かなというふうに思います。小泉さんどうでしょう。ここでファイトマネーの話するんですけどね、はい、統一戦でそのホリフィールドがですね約24億円、そしてレノックス・リースが約10億円ですね、はい、合わせて34億円、はい、タイソンこれ完爆戦ですよ。これ統一戦でもタイトルマッチでもないんですよ、これ40億円ですからね、2人合わせたファイトマネーよりも大きいっていうか、だから商品価値って、まあこの辺やはり需要と供給ですね。みんなが見たいと思ったら、そのプライスって言いますか、ファイトマネーの額上がっていくんですね。これあの浜田さん、はい、まさか前回の復帰戦のピーター・マクニーリーのようにあっという間に終わっちゃうなんてことはないでしょうね。フランスはボタですから。いや元チャンピオンですからね、やっぱプライドにかけてもタイソンに一発大きいの入れてやろうという感じはあると思いますよ。我々もですね乗り込んでいくつもりなんですが、小泉さんもう一言、どんな試合白熱しそうですか、ボタということで。そうですね、ボタっていうのはですね、マイケル・モーラ戦、まあ、あの皆さん覚えてらっしゃると思いますけど、打たれ強いんですよね、はい、だからタイソンっていうのはですね短距離型のその選手です、用意ドンで 1,2,3 が強いですね。ところがそこを相手踏ん張られるとですね、あとですねその結構そのもたつく場合がありますね。だからボタとしてはですね、その3ラウンドしのいだ後にですねその乱戦に持っていって、あわやそのカムバックのそのタイソンに勝てばですねボタ自身の価値も上がりますからね。だからそういうことでですね、まあ、タイソンの復調ぶりを見るにはですね、このボタってタフなボタっていうのはですね格好な相手だと思いますね。どんな試合になるんでしょうかね。スタッフ一同も神頼みで、ね、どうぞいい試合になってほしいという願いでいっぱいでございます、はい。そしてですね、さらに新春第1弾ということで、はい、ナジーム・ハメド特集を放送いたします。99年ね、この人こそ本当に目が離せませんね。そうでしたよね。今回も1位でしたよね、あの、はい、ベストバウトに選ばれています。ですからこの人の特集というのはいろんな角度から見れると思いますけれども、はい、とにかく負けがありませんから、全ていいシーンばっかりですね。そうなんですよね。バウアーエキサイトマッチでは新春第1弾としまして、 WBO 世界フェザー級チャンピオンナジーム・ハメドの魅力に迫ります。フェザー級最強の呼び声も高いプリンスナジーム・ハメドを徹底分析。イタンボクサープリンス・ハメド、アラブの悪魔王子の全てをお送りいたします。来年1月3日日曜日午後5時5分からです。どうぞお見逃しなく。1月3日日曜日午後5時5分です。ちょっと中途半端な数字ですけど、皆さんあの1月3日です、はい、とね、お家にいらっしゃると思いますので、そうですね、これはお見逃しがありませんように、あるいは録画してください、はい。いやこれはあの小泉さん、ぜひあの保存版にしていただきたいような内容になってます ね、 そうですね、もうバッタバッタ相手を倒していく、もうハメドのですね、その強打 の、 そのノックアウトシーンがですね次から次見られます ね、 ですね、面白いです。浜さんも一言いただきたいと思いますが、まあ、やっぱり私は今年の最優秀に選びましたからね。あ、そうですよね。ですからこの選手は来年止まってほしいような気もしますけどまあやっぱりこれだけみんなが見たいというのは、買ってももらいたいと私も迷ってます。あ、確かに本当は嫌いなんかね、正統派としましてはあれなんですけども、これだけやっぱりね、パワーを発揮してしまいますと、どうしてもやっぱりその力を利用してボクシング界全体をもっと大きくしたいというね気持ちが働いてしまいますから、仕方がないと思いますが、さてそのボクシング界ですが、来年の抱負もうすぐそこですけれども、浜さんどんなご抱負でしょう。そうですね、年間最優秀選手最優秀試合というのは大体私はヘビー級が主だったんですけどね、今年は中量級だったわけですね、はい、99年度やっぱりタイソンが帰ってきますから、またまたヘビー級の時代も来るなと
というふうに思います。持ってその中に浜田さん的にはですね、どのように絡んでいきますか、99年。6年半ぶり約7年かけて、ヘビー級タイトルが統一される年になりそうな感じします、はい、2000年までいかなくて99年で統一されると楽しみですね。浜田さんの聞いてます聞いてますというね絶叫が私の実況に絡んで多分美馬さんのですね、リビングルームに届くと思いますので、これを一つ楽しみにしていただきたいと思います。そして小泉さん、来年99年はどんな抱負でしょう、あるいはボクシング界。まあ台風の目は2つあるんですね。1つはもちろんそのヘビー級でありマイク・タイソンであるんですね。もう一つはですね、私はやはりあのオスカー・デラホヤを押すかなと思うんですよねその締めのあれですか、はい、98年、はい、ウェルター級戦争がありますね。対コーティー、そして対そのフェリックス・トリニダード、そしてこれを制して上のクラスへ上がっていく、うん、まあ、前人未到のですね6階級7階級制覇、まあ、その過程をですね見たいと思いますね。なるほどね、ぜひ私もですねそれに絡みながら大きな声で、叫んでみたいと思いますが安井さんも一言。そうですね、やはりデラホーヤ、ね、かっこいい言葉が似合うデラホーヤのままでいてほしいですね。あ、もう、はい、番組今年最後ということなんですけども女性らしい意見、まあ、あの今年1年間もなく終わりということですけども、ボクシング界、先ほど浜さんが言ったような助走の来年への助走の98年だったんでしょうね、おそらくね。そして2000年行く前の99年、ラストスパートという年になりそうですよね。小泉さん、そんな感じで98年締めくくりはいいでしょうかね、このエキサイトマッチと締めの言葉としましては。そしてですね、日本にもいい選手たくさんいるんですね。いずれその日本の選手がこの世界のトップシーンにですね登場してですね、こういうそのデラホーヤとかハメドとかですね、そういう選手とその手合わせしてですね世界的なスーパースターになる日を私は期待したいですね。素晴らしい締めでございました。それでは皆様、今年1年ありがとうございました。また来年良いお年を。それでは失礼いたします。ごきげんよう、さよなら。